はい、続いて、スポーのバーミリオン、このバーミリオンは、流れ的に言うとなんだっけな、あったんだよ、スポーカエッジだったんだよな、こう要はあのひし形、基本形はひし形で、あのひし形って何がいいかって言ったら、こうやって必ず指ってひし形になるんですよね、うん、こうどの部分を取っても、だからあの最近ひし形のバレルって多分今年増えるんじゃないかなと思うけど、ひし形の形ってグリッピングするときに非常に、スパッとはまりやすい。ただ問題はあまりにもひし形にしてしまうと、その、コスモダーツのコードメタルみたいなやつ あのジオのモデルみたいなのにすると、今度は直線部分がなくなるんで、あのバレル作るときにチャックって言ってるよ、平面部分がないとバレル押さえられない、それで それ専用のこう押さえる機械を作んないといけないというね、で工場にすごい嫌がられるモデルなんですけども、うん、それを逆にみんなやってくる可能性があるのかなと、みんな専用チャック作ってね、でまあ非常に分かりやすいというか、変にストレート部分があるよりはこういう、ひし形っぽい形状からディティールからうまくこう詰めていくっていうバレルとしては非常に面白いバレルで、相当多くの人がこのバレルに関しては文句を言わないというか、パンって持った瞬間に、あ、俺ダメだ、俺合わねえわっていう人があんまいないはずなんだよね。でなぜかというと、この 7.5mm とか 7.4mm っていうのは、そのまあ日本人に限ってなんですけども、日本人の、グリッピングに、いわゆるその日本人がよくやりがちなグリッピングの中で 7.4、7.5 って一番安心感を持てるんですよね。でそれが徐々に変わってくると 7.2 とかになるんですが、 7.5、7.4 の最大径を持ってる時にあんまりね悪く言う人ない、その置き方によるよ、もちろん最大径をどこに配置するかにもよるんだけど、でこれはまあ一番深いところを真ん中部分にして 7.5mm を取ってるんで、その 7.5mm の、太さを最大限に生かせてるっていうのと、またねこのエスポのやらしい 39.5mm っていうね、この 40mm 台のこの前後っていう、ゼウスもそうだけどっていうところを、うまくついてきたなと、だからまあね、これもうね、もちゃわかるし、その逆にこのシャークカットの部分をこうグリッピングポイントとしてこう使うという人たち、要は最近女性もねプレイヤーで増えてきたんで、女性の場合には乾燥肌とか手がこうカサカサになっちゃう人が非常に多いんで、男性よりもこうきついカットを好む人が結構多い、そういう意味では非常にドンピシャなモデルなんではないのかな、特に女性って節が太くないので、その分だけ 7.5mm とかその辺の太い、径を使った方が節にうまくはまりやすい、女性だから細いのがいいっていうのはちょっと間違いなんだよね、女性こそ節が細いからちょっとバクッとした、要は隙間を減らすという意味でね、男性は節が太いので逆に隙間ができにくいので、その細いバレルとかの方が逆に好まれたりとか最近はするんですけど、まあこれはもう僕は女性モデルとして一押ししたいなっていうぐらいのモデルかな、いいバレルだと思いますよ。こんな感じで、はい。